私今度は絶対変わる。근데지금용기를얻었어요。あんたのせいで姉ちゃんが死んだ。サラは俺のものなのか。木のトロから。永瀬は腐れ女だけ、カオルは弟だから。児童相談所と警察に連絡する。いつも同じことの繰り返しじゃない。ママカオル作戦中止。 C の猛虎は刑事。サラが死んだ。どうやって死んだの。病気でも交通事故でもない自殺だよ。なんか違う。もう一度人生一からやり直せるかもしれない。私いいこと考えちゃった。オーファンブラック12月2日夜11時40分スタート。あなた誰。